皆さんこんにちは。今回も昭和アイドルの歴史を見ていきたいと思います。今回の動画は前回の続きになりますので、ぜひそちらの動画も見てくださいね。昭和のアイドルが活躍した時代は1970年から1990年の約20年間。1970年代をアイドル創世期、1980年代をアイドル黄金期、1990年に終焉を迎え、90年代以降はアイドル冬の時代と呼ばれているそうです。1970年代は山口百恵さん、キャンディーズ、ピンクレディなどが活躍した時代。1980年に増田聖子さんが登場すると、アイドル業界は絶頂期に向かいます。その1980年代も後半になるにつれて、歌番組が次々と終了し、アイドルたちは活躍の場を失っていきました。そして1990年に完全にブームを終えます。繁栄を極めた一つの時代の歴史を見ているようで面白いですね。今回はその時歴史が動いたみたいな感じで、1970年代から1980年代へどう移り変わっていったのか、そのあたりに注目して見ていきたいと思います。松田聖子さんがデビューしたのが1980年。その少し前の1970年代後半はどんな時代だったんでしょう。70年代は昭和歌謡と呼ばれる音楽が人気を集めていたようですが、1975年あたりからニューミュージックという新しいジャンルの音楽が出始め、昭和歌謡はそのニューミュージックブームの影響を受け、この勢いに押されていきます。有名なニューミュージック系のアーティストには松任谷由実さん、井上陽水さん、吉田拓郎さんなどがいらっしゃいます。後に伝説となる松田聖子さんと中森明菜さんのライバル関係においても、松任谷由実さんが松田聖子さんに曲を提供、井上陽水さんが中森明菜さんに曲を提供するなど、この他にも J-POP の歴史において重要なエピソードに深く関わってきます。1970年代後半になると、70年代を代表するアイドルたちの引退が続きます。1978年4月4日キャンディーズ解散。解散コンサートで言われた普通の女の子に戻りたいというセリフは有名ですね。偶然にも松田聖子さんがミスセブンティーン九州大会で優勝されたのはキャンディーズの解散コンサートの3日後だったそうです。この時は父親の反対に遭い、全国大会の出場は断念されています。この時の録音テープを聞いたデビュー当時から松田聖子さんをプロデュースする CBS ソニーの若松宗男さんは、松田聖子さんの力強くも憂いのある歌声に、この声なら売れると一瞬で胸をつかまれたそうです。この時は田舎の高校生といった感じで、まだ垢抜けない松田聖子さんに他のプロダクション関係者の人たちはあまり興味を示さなかったそうですね。若松宗男さんはこの時点で聖子さんのスター性を見抜いていたただ一人の人物になります。そして山口百恵さんは1979年10月に三浦友和さんとの交際を発表、1980年3月に婚約発表と同時に引退を宣言し、10月に引退。松田聖子さんが裸足の季節でデビューする25日前の出来事です。また独走状態が極限に達していたピンクレディもアメリカ進出を機に失速。1980年9月に解散を発表し、半年後の1981年3月に解散。70年代後半を主導した大物が立て続けに抜け落ちたことで、80年代に入る直前、アイドルシーンは終焉を迎えたような雰囲気に包まれます。この1979年という年は、アンリさん、竹内まりやさん、久保田早紀さんといった方もデビューされていて、シンガーソングライターがアイドル化するという風潮がこの時期に出てきていたそうです。逆もしかりで、
アイドルがシンガーソングライター風を装うというそんなケースも見られたそうです。この流れの源流と言われている太田裕美さんはピアノを弾き作曲もし、他の歌手への楽曲提供さえも行っていたのに、自身の歌うシングルは一貫して職業作家による作品。太田裕美さんは歌謡曲とニューミュージックがハイブリッド化していく短所で生まれた新しいタイプのアイドルだったといいます。太田裕美さんの楽曲は74年から78年までの4年間、シングルもアルバムもそのほとんどを松本隆さんたちのチームが手掛けていたそうです。ニューミュージック勢によるアイドルへの楽曲提供は70年代の半ばからすでに始まっていたんですね。しかしこの時はまだ野望といった段階を出ていなかったようで、ニューミュージック勢との融合がアイドル歌謡史の新しい形に昇華するのは増田聖子さんの登場以後のことだそうです。1980年代に入り、増田聖子さんが登場するとアイドルシーンは一気に塗り替わることになります。アイドル歌謡において70年代と80年代は全くの別物だと言われていますが、それは YouTube などで当時の映像を見ただけでも感じますよね。80年代に入ってからも初期の頃はなんとなく70年代の雰囲気が残ってるように感じます。歌番組もザ・ベスト10などのようなランキング形式のスタイルではなく、歌謡ショーといった感じのもので、音楽番組やライバルたちとの関係性も共に切磋琢磨していくというか、一緒に音楽業界を盛り上げているという雰囲気に見えて、すごく平和的なイメージを感じますね。本当の意味で古き良き昭和を指すのは70年代なのではないか。この時代のことを調べていて、そんな風に思いました。そしていよいよ1980年代、アイドル黄金期に入るわけですが、そちらはまた別の動画でやりたいと思います。このチャンネルでは大好きな松田聖子さんのお話を中心に、昭和という時代を振り返った内容のコンテンツなどを発信していきたいと思っていますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。